香港チャンネル。最近どうですか？え、最近どうですか？体重増えたからサーフィン行ってないから、もう体が重たい。でこの間浜田さんの番、浜ちゃんが、はい、行って、面白かった、あのクレーンゲームめっちゃおもろいなあれ。クレーンゲームな、はい、別にやって、アイドルの子、はいはい、桜坂、はい、ほんで行って。で、対戦、まあ、それは、あの、番組見ていただいたらわかることやねんけども、うん、おもろかったわ、ほんまに。昭和チームでな。ほんまに。クレーンゲームの対戦。いや、うんぐんせんやとかなんか言って、後輩の前で絶対殴んなよって言ったけど、案の定殴られて叩かれましたけどね。ほんで、結構取れて面白かったけど、ああ、そうやな、うん。そんな感じがないし、で、あ、そうや。これな、あれや。おでこ。おでこ、はい、これ、まあ、皆さん気づいて、これ、あの、マルコポロリ3月26日放送かな。オンエアされるかどうか分からへんけども、あの、くるみを割るっていうな、あの、後輩がおって、はいはい、で、そいつが割って、で、そんなもん、うちにも割れる人間がおるわって、東。また振って怒られて。もう、俺ももう、嫌やっていうのももう、アホらしいから、ああ、いっからって言うて、こう巻いて、行くでって言って、ボンって行ったら、くるみぐーってずれて、はい、むけて。皮が。皮が。ほんだら、違っとろーって聞いてよって、いうところでございますので、まあ。体張ってますね。体、こんなもん昔なんかもっとやってたんやって、ほんま、笑ってもたわ。はい、そんなんで、テレビですわ、昨今のテレビ。はい、質問が来ております。質問？はい。立憲の小西議員がですね、2日に公表した、まあ、放送法の政治的公平に関する文書をめぐってですね。あ、俺のこれのこと。浜田さんに、叩かれたとか、公平性政治的公平。興味あんな。で、それでですね、当時総務省だった高市早苗さんがですね、うん、この文書に関して全くの捏造だと主張したんですが、ああ、まあ、この一連のやり取りについて、まあ、どう思いますか？やり取りちょっとだけ見ましたよ。はいはい、ほんだらこれはあって、ほんだら安倍さんと番組やろ、サンデーモーニング。ああ、そうですね。おい、これ面白いのが、その、シャンプーハートの鉄人、はい、バーって入って、高市さんのあれ何なんすかって言うてきて。あいつ、そんな見えひんみたいで、はいはい、うん、見たんですな。俺の YouTube も見たんだけど、はいはいはい。で、それで、あれ何なんすか、うん、別にいいじゃないですか。その、ね、そんな人らがどうのこうのってあの番組はないねんとか言うぐらいで。ほんで、それで圧力かけたらあかんと思う。まあまあそうですね、うん。でもそれがあんのかないのかっていう話やろ。はいはい。そうで、それがいつの電話でいつの、内容やねんっていう、日付ないねん、うん、そこ。はいはいはい。ね。日付ないですね。ね。ほんで、それが、安倍さんと喋ってて、ほんで、高市さんも言ってたの。それやったら、なんで、それが出んねんと。うん、電話で喋ってんねん。はいはい。盗聴しとんのかい。お前ら盗聴しとんのかい。はい、ほんで、これ、高市先生が、ばっかだね、あれなんだろうね、とか言ってたの。ほんで、でもそもそも、高市さんってあんまり電話せえへんねん。まあまあまあね。うん。はいはい。うん。ほんで、そんなん電話で安倍さんも喋れへんし。で、うん。っていうこと言ってたけどな。だから、あれが捏造やったら、ほんで高井さんが、これ捏造やったらあんた辞めるって言ってる。はい。大臣辞めるって。うん、はい。じゃあ、高市さんが辞めるって言ったんですよ。これがもし事実だったらあなた大臣辞めますかって言って、大臣辞めますって高市さんが。あ、小西さんが言うたん。はい。その、高市さん。高市さんに。あ、ほんなら大臣やりますって。はい、うん。だから、どうなんかなとか思うけどな。うん。まあ、そこのところを、ね、しっかり。で、盗聴器はええの。だから、あれやろ、目的が良けりゃ、あれやろ。その。でも法律違反じゃないんですか、盗聴器。そうやろ。はい。それって法律違反とか、はいはいはい、何のかは知らんけども、はいはい、その、目的が、ね、あれば、手段が浄化するっていうような言葉があるんやろ。目的が手段を浄化する。はい、目的が手段を浄化するっていうね。だから、OK なんやろ、手段。なるほど。だから、
あれでしょ、うん、あの考えもせん。その、何オフレコ、はいはいはい、オフレコやって言っても、うんうん、そういうことちゃうの、ね、うん、そんなんちゃうよ、ね、だけど、これ、日にちとか、ちゃんと出さなあかんやな、はい。そうですね。いや、いつ、何時何分って、子供やないけども、うん、はい、そういうことちゃうの。そうですね。うん、で、これ、高市さんがもう議員辞職かけるって言ったんやから、うん、もしこれが高市さんの方が正しかったら、小西議員もね、それ、議員辞職かけてほしい感じですよね。あの、でもかけへんやろ。かけへんねや、ね。でも、やめざるを得んちゃう。そう、そこまで言うといてね。うん、それやったら。うん。だから、そういう、ほんだら、それは、捏造やって、いや、俺が捏造したんちゃうわ、とか言うやん。回ってきた髪が赤になったんや、言うて。いやいや、それは、ちゃんと裏取りして、ちゃんとせなあかんの、うん、ちゃうの、うん、いうところちゃう、はい。まあ、あの、まあ、しっかり、俺らは、静観するばかりでございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければまた私も励みになりますので。